どうも、こんにちは。漫画家のカッピーです、えー。左引きのエレンなどを書いております。メトロアドクリエイティブアワードという、えー、広告賞というのがあるんですけども、そちらの、えー、審査員を、えー、私が務めさせていただくことになりました、えー。なのでちょっとその告知というか募集なんですけど、えー、メトロアドクリエイティブアワード。まあそもそも広告賞ってなんだって話なんですけど、あの広告業界って結構その、まあ、賞レースがあるんですよ。 まあいろんな業界、あの賞レースごとってあると思うんですけど、まああのー、結構広告クリエイターはそういう賞レースが多いっていうので、なんか賞取ってそのキャリアに活かそうっていうあのー、人が結構多いので、私もあの現役時代というかあの会社員時代は、 まあ、いろんな広告賞にチャレンジして、玉砕して、みたいなのを繰り返してたんですけど、私の漫画、左ひねれんでも、その広告賞は割とたびたび出てきてて、まあ、あの、海外の世界一の広告賞っていうので、まあ、カンヌっていう、あの、まあ、カンヌ広告祭、まあ、ちょっと名前本当は違うんですけど、そのカンヌ広告祭って呼ばれてる、あの、えカンヌ映画祭をやる、あの、例のそのカンヌの、 あの、レッドカーペットの会場あると思うんですけど、あ、あそこと同じ場所でやるっていう、あの、イベントがあるんです。それはもう世界最大規模なので、まあ世界中から大勢がて集まって、そこでも,も、ものすごいでっかい、えー、表彰式をやったりとか、まあそういう、ちょっと、マックスの規模だと、ああいうのっていう。で、国内でも結構いい、あの、広告賞って多くて、 それこそあのね、左引きのエレンの目黒広告者が受賞させていただいた、あの、朝日新聞広告賞とか、ああいうのもその、まあ、広告賞です。いわゆる。なので、その新聞だったり、そういう媒体系が主催されてる広告賞もあれば、その電通っていう会社が主催している電通賞とかもある。 まあ本当にあの上げたらキリがないぐらいいろいろな広告賞が世の中には存在してまして今回私が審査員をやらせていただくのがえーメトロアドクリエイティブアワード概要というかうんいろんな会社がこうパートナー企業共産企業に入ってるんですけど共産企業で言うとまああのか g ショックのカシオとかあのあのミツカンとかまあいろんな会社さんが入ってたりパートナー企業でもまああの 同じ鉄道系のね JR 東日本企画さんとか、あのー、まず電通さんをあの私の古巣の東急エージェンシーも入ってますね東急エージェンシー博報堂、えー、などなどあのいっぱいあのいろんな会社さん入ってますなのであの結構その業界いろんな,なんか中でそのクライアント側もその広告会社側もいろいろ連携してまあメトロアードっていう 地下鉄の広告をテーマに、えー、中心に、まあ、クリエイティブを競おうじゃないか、みたいな、そういう催しでございます。なので、あの、えー、っとね、まあ、端的に言うと、広告業界で活躍したい人向けなんですよ。だから、その、例えば、そのて、その、広告業界に今から転職したいとか、同じ広告業界にいてクリエイティブやってないから、その、ここで結果を出して、その、 えー、移動したいそのための材料として出したいとかなんかいろんなモチベーションありつつもとにかくそのやっぱり業界向けというかあの試しに出してみよう的なやつではな,なさそうですねなさそうっていうかなあのまあだ別に出してもいいんだけどそのまあガチですあの本当のその広告書なのでそのえー、っと提出するハードルは多分ちょっとどこに書いてあるんだろう提出のハードルはちょっと調べてほしいんですけど多分 あの、誰でも応募できる系、はい。えー、年齢、職業、国籍一切取れませんとなってるので、誰でも出せるんですけど、あの、審査の基準とか、応募作品は、まあ、まあ、ガチというか、プロ、プロももちろん出し、っていう感じです。今回私が、えー、審査させていただく部門が、えー、グラフィック部門です。えー、グラフィック部門、グラフィックデザインの部門ですね。 えー、まあ、もっと言うと、その、ポスターデザイン。で、これって、その、な、何を出すんだっていう話なんですけど、課題はちょっと、あの、いろんな課題が出てるんで、それはちょっと、あの、それぞれ見てほしいんですけど、あの、要は、その、広告書って、えー、っと、いくつかパターンあるんですけど、実際に世の中にすでに掲出した、リアルな広告、あのー、 テレビで放映された CM とか、駅にも貼られたポスターとかを対象に、その、えー、と、実績を評価する広告賞もあります。で、今回のはそうじゃなくて、えっ、ー、と、課題が出されて、その課題に対して出すっていう、何型っていうの、その、仕事の実績ではなくて、その、あくまでその課題の、これように、メトロアードクリエイティブアワード向けに、 作ってほしいっていう、あの、そういうタイプの広告書です。なので、えっと、実際その課題一覧を見てもらって、あの、アイディアがあるやつを出してください。まあ、ざっと今あげますけど、その、まあ、作るものはさっき言ったようなポスターなんですけど、えー、課題で言うと、あの、さっき言ったカシオのベイビージーとか、女子高生にベイビージーをつけたくさせる広告。 なるほどえー、日本デザインさんまだ課題発表してないですね10月下旬は、はい、えほ、ー、かあ結構ほかもねいくつかアジポンとかなんかあの、えー、ニューオータニーとかなんかいろんなあの課題出されてるんですけどまだあの発表されてないです課題自体が10月下旬公開予定となってるんで、まあ、まさに今これから随時情報解禁していくっていうフェーズなのであのこの動画今ご覧になって 今からでも参加できます。まあ、まだその審査員が発表されたっていう段階ですね。ほんで、えっと、恐れ多くもその私審査員やらせていただくという中で、その他にどういった方々がいらっしゃるか。まあ、さすがにね、そのカッピーだけだったら、その嘘つけみたいな、その広告のね、専門家ではもうないし、その、まあまあ、その、あの、まあ、 えっと、本当にガチの人たちが、その、ちゃんと審査してるっていう例で、ちょっと挙げさせていただくと、あのー、江口里香さん、まず。えー、ちょっと順番はホームページ順で、あのー、ご紹介しますけど、江口里香さん。江口里香さんはね、もう本当にもう、まあ、高校業界の人だったら、まあ、多分ね、100%知ってますね。高校業界なら100%知って。江口里香さん。はい。コピーライターの、もう、スターですよね。あの、小型マリコさん。 もうスターです。あのー、なんだろうな、もうなこのクラスになると、江口さんも尾方さんも、あのー、まあ広告業界のね、その打ち合わせとかで、ほらほら、あの、小方さんみたいなコピーでさ、できないかなとかさ、なんかその、例に出される人。だね、このね、あの、小説も出されてて、その小説のタイトル多分聞いたことある人多いと思うんですけど、 試着室で思い出したら本気の恋だと思う。っていう、あの、まあ、超有名なキャッチコピーをあのキャッチ、キャッチコピーとしても使われてる、この本のタイトル。うん、いや、最高ですよね。もう本当にトップのコピーライターを審査員にお招きしてるという、ガチな、ちゃんとしたアワードです。で、まあ、多分これ名前順だな。名前順だから、ちょっと3番目に私でカッピーがいて、で、えっ、ー、と、 最後、竹山さん。もうね、軽く多分ね、その、プロフィール話しただけで、あ、すごい人だってわかると思うんですけど、あの、映画天気の子、君の名は、などなどのタイアップキャンペーンとかをされてるんですよね。もう、そういう、あのー、ああ、それ見たことあるっていう、その、まあ話題になる広告、そういうのをされてる、えー、アートディレクター、兼プランナーの方。だからね、まあ、わ私がいなくても、 十分、あの、正しい審査ができるというか、あの、まあ、その中で、あの、まあ、あくまで私は、その、もちろん、その、なんか、その、方々と、なんか、同じ目線で審査できるとは思ってないし、あのー、そういう求められ方ではないと思ってるんで、私は、あのー、もうちょっと、等身大の、まあ、消費者に近い目線というか、まあ、プラス、その、 まあ、漫画とか、その、一応、その、広い意味で伝える仕事をさせていただいているので、その中で、私なりの思ったことを、ええー、言わせていただこうかなと、審査会とかで。うん、まあ、なので、あの、他の方がすごい、本当にすごい方々ばかりなので、その、本当にお弁チャラとかじゃなくて、私が広告業界に行った時に、あの、もう、なんか、雲の上の人と思ってた人たちなんで、 このお三方がいらっしゃる以上、間違った変な審査には絶対100%なんないので、その中で、だから安心して私は私の意見を言わせていただこうかなと思っている所存でございます。はい。グランプリは賞金50万円ですね。準グランプリも20万円。メトロワード賞10万円、えー。あと学生部門もありますね。学生部門っていうのもあって。 あなるほど。そうかそうか。学生部門もあるから、結構だから、これからっていう人は、あのー、まだ、その、仕事してない、これから広告業界に進みたいっていう、あのー、本当にその、志の高い方々は、その学生部門に、えー、ぜひ出してほしいんですけども。 まあ他にも審査員賞とか共産企業賞とかなんかそういうのがあります。だから審査員特別賞なんて私の分もあるんですね。だからカッピーの特別審査員賞っていうのがあったりとか、だから、いやー責任重大。責任重大ですけど、えっと、まあ、一応ね、その私もその広告クリエイター、この業界の えー、いろんなことを漫画に書かせていただいているので、その、まあ、その、ちょっと、こまあ、こんな言い方したら、ちょっとあれかもしれないですけど、めちゃくちゃ、あの、いい取材になるというか、あの、今、そうやって、その、結果出そうという熱い思いを持ってるクリエイターの方々とか、ましてやその学生の方々の作品を直に見れるっていう機会は、そういう題材を書いてる身としては、ものすごく刺激になるだろうし、その、 うん、作品の糧になる素晴らしい機会を与えてもらったなと思っております。なのであの本当に精神繊維じっくり見させて、えー、いただきたいなと思ってます。ちゃんと役目は果たしたいと、えー、思っております。私が参加しているそのグラフィックデザイン、デザイン部門、グラフィック部門以外にも、えー、プランニング部門、デジタルサイネージ部門などが あります。なので、えっと、ちょっとデザインじゃないんだけど、企画なんだけど、とか、アイデアだけはあるんだけど、そういった方は、他の部門をぜひご覧になってみてください。えー、審査員も、私、がいても、えー、大丈夫なぐらい、周りがすごいしっかりした人たちなので、すごくちゃんとした、ちゃんとしたと言ったらあれですけど、あのー、本当に取る、取る意味のある、あのー、広告書だと感じております。 えー、振るってご応募ください。よろしくお願いします。